どうも皆さん、一流デュエルリンクス評論家のつくも龍馬です。さあ本日なんですが、先日のね、実装してほしいエクシーズモンスター前編に引き続き、今回後編をやっていこうと思っております。後編ではですね、ランク6から、ランク、10ぐらいまで、で、私がその独断と偏見により、この辺のモンスター実装してくれないとデュエルリンクスのエクシーズ強くならないよっていうね、モンスターをご紹介していきたいなというふうに思っております。あまりにもぶっ壊れモンスターが非常に多くなってきますんで、ランク6以降だと、ちょうどいいぐらいのね、モンスターをご紹介していければというふうに思っております。早速やっていきましょう。さあまずはランク6、セイクリッドトレミス。これメシア7だっけな、メシス7なんか、ちょっと M の読み方忘れました。素材を取り除いて、自分か相手の、フィールドかまたは墓地のモンスターを、手札にバウンスするという効果を持っている、モンスターです。で自分の、もちろん基本的に、墓地のモンスターをもう一回回収するか、相手の、場のね、モンスターをバウンスするかでアドバンテージを稼いでいくみたいな感じなんですけれども、これ結構ちょうどよくて、別に相手ターンに使える効果でもないので、相手の除去にとりあえず使えるし、自分の強かったモンスターも回収できるっていう感じなので、例えばですね、知らない相手の、妖刀をね、手札にバウンスしたりとか、あと自分の墓地のクリボールとか DD クローとかを回収したりとか、いろいろね、面白いことができ、できるかなというふうに、思っております。で、ランク6っていうのはね、結構ね、そのカオスモンスターとか、ステゴモンスサイバーとか、なんかその、なんだろうな、墓地から特殊召喚できるモンスターが結構多いんですよ。なんで結構ね、その出しやすいっちゃ出しやすいと思う。なので結構活躍してくれるんじゃないかなというふうに思ってます。それからですね、ガントレットシューター。もうめちゃくちゃ単純で、効果短ければ短いほど強いって言われてる、遊戯王なんですけども、素材を使って相手のモンスター破壊するっていう、超シンプルなこれだけの効果を持っています。結構ねそこそこ、この辺もね、リンクス来てくれたらね結構強いと思うので、汎用的な、ランク6以降は、割とどんどん実装してもいいんじゃないかなと個人的には思っていますということですね。さあお次ランク7、まずビッグアイ。いやランク7といえばこいつなんじゃないですかね。誰もがランク7入るデッキであれば入れてると思うんですけども、とりあえずね、簡単効果は、相手パクる、以上、相手パクる以上です。自分はね攻撃できないっていうデメリット効果ある代わりに、それ使ってオーバーレイユニット使って相手のモンスターパクれるよと、しかも永続的にね。なんで相手の強強モンスターをね、ホムラガミとかなんかそういうなんかそのすげえ突破めんどくさくてなんかどうしようもないみたいなモンスター出てきても、とりあえずなんかランク7できるデッキだったらビッグアイだしパクるっていう、選択肢が出てくるんで、これ結構強いですね。ランク7はレッドアイスとかブラックマンシャンとか幻獣機とか、結構ね得意なデッキ多いんですよランク7なので、これが活躍してくれるんじゃないかなと。それから幻獣機ドラゴサック、これもやっぱ汎用除去を持ってて、素材をオーバレユイトを使うとトークンをまず2つ出せますよと。幻獣機なんでトークンをうまいこと活用していくんですが、幻獣機をリリースすると相手の場のカードを破壊すると、もちろん攻撃できなくなるっていうデメリットがあるんでね、デュエルリンクスこの辺もなんかちょうどいいんじゃない。両方の効果自己完結していて、とりあえずトークン出してトークン使って破壊するっていう感じの効果なんで、割とランク7の除去って言ったらこいつ入ってるみたいなイメージがありますね。リンクスには多分リンク召喚とかまだ全然ないんで、そのトークンをそんなになんかその有効活用できるほどのこともないと思うんですよ。一応エネコのコストにしたりとか、いろいろあるんですけども、この人出てきても多分ね、その罠カードとかで止められるし、全然なんか余裕で除去できると思うから、はい。なので全然大丈夫かなと思ってます。それから、これですね、レッドアイズフレアドラゴン。これは強いですね、非常にね。でも今回切ってもいいんじゃないかなと思うんだけども、素材を持ってると効果破壊ができませんよと。だから土球とか、効かないし、なんかホムラガミとかでも破壊できないしみたいな感じですね。で、相手が、効果を発動するために500番っていう。これが、リンクス狙ってかかるんで、おそらく250バーンっていうすげえ悲しみのバーンダメージに多分なると思うんですけども、誘発即時、効果で、素材を使うと、レッドアイズ通常モンスター蘇生するよっていうことを持ってるんで、レッドアイズスピリッツ内蔵モンスターみたいな、そんなようなイメージですかね。で、通常モンスターだったら何でもいいんで、レッドアイズライトニングロードエベルデーモンとか、あの辺も蘇生できますよね、デュアルモンスターの。結構効果破壊耐性もやっぱ強いんで、別にレッドアイズデッキじゃなくてもワンチャンそのこいつ入るし、多分ね、この250バーンっていうのが意外と強いと思うんですよ、多分。なので、この辺は来てもいいかなと思ってます。そしてランク8、ランク8はね、全体的にちょっとね、強いモンスターが多めなんですよ。結構8作りやすかったりもするんで、この辺は慎重に実装しないといけないなっていうのがあって、結構フェルグラントとか、タイタニックギャラクシーとか結構制圧力が高いモンスターも多いんでね、ランク8は。なんでこの辺はちょっと難しいんですが、とりあえずですね、好きなモンスター紹介しておきたいと思います。まずはギャラクシーアイズタキオンドラゴン。
ミザエルさんのカードなんで、これ多分ミザエルさんが実装されるのと同時に実装 されると思うんですよ、このモンスター。なので、その、まあ、まあ、おいおいすぐに実装になるってことは多分ないとは思うんですが、効果は結構面白くて、バトルフェーズ、開始時に素材をオーバーレイユニットを使うと、表側で存在する全モンスターの効果を無効にすると。攻守を3に元に戻すと。で、バトルフェーズ中に相手がカードを発動するたびに、打点が1000アップして、さらに2回攻撃も付与できますと、いうことですね。まあ、相手この効果を、知ってながら効果発動するっていうことは、まあ、多分、あんまりないと思うので、まあ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 、これはおまけ程度にね、考えておいていただければと思います。で、攻撃能力が、攻撃効果がモリモリなんで、耐性があまりないんですよ。他のカードに、対する耐性があまりないので、だから、一応、モンスターの効果とか無効にできるんだけども、普通になんかトラップカードとかで除去される未来が見えるんですよね。はい。なので別にそんなぶっ壊れてはないかなと思います。で、いわゆるオーバーハンドレッドナンバーズカードなので、バリアンの使うカードの1枚なんですよ。まあだからちょっとね、だいぶ後編なんで、本当に1年後とかいうレベルでね、実装になりそうな気配があるんでね、ちょっと早めにボンボン実装してほしいなというふうに思ってますと。それからですね、ギャラクシーアイズですよね。やっぱりね、ギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴン、まあ、カイトさんの実装と同じぐらいで来ると思うんですけども、ね、ダメージ計算時にこれは素材を使うと打点を、フィールド上のランク ×200 アップするっていう感じなんで、単体で立ってても打点が5600になれるっていうすげえ脳筋モンスターです。非常に強い、5600出ます、単体で。でもちろんもっと他にね、エクシスモンスターがいればバン打点上がっていくんですけれども、ギャラクシーアイズのそのまあギャラクシーアイズといえばこいつみたいな、まあ、イメージがあって、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンを素材にしていると、これ原作再現なんですけど、2回目の自分のスタンバイフェーズに、打点が8000になって戻ってくるっていう、破壊されるとね、フォトンドラゴン持ってて破壊されると2回目の自分のスタンバイフェーズに8000になって復活するっていう、これね原作でもあったんですよ、こういうシーンが。なんで、まあこれちょっと再現してみたいですね、個人的には。正直その蘇生効果めちゃくちゃ遅いので、多分ねリンクスだと多分間に合わないと思う、こんなことをしてたら。なので、まあ別に今回やったら実装してもいいだろうなと個人的には思っています。それからランク9ですね。ランク9は、エンタープラズニルっていうモンスターをご紹介しておきましょう。本当にね除去効果が優秀で、素材を、使うと、4つの効果の中からどれかを選んで、発動できますよと。まず1つ目、相手の場のカードを1枚選んで除外する、まあ、エバリーみたいなね、効果ですね。それから、2つ目、相手の手札をランダムに選んで除外する、まあ、これ宵闇カオスみたいな効果。そして、3つ目が相手の墓地のカードを選んで除外するっていう効果。で4つ目が相手のデッキの1枚のカードを除外するっていう効果。これね4つの効果全部選んで除外って書いてあるんですよ。すごい強くて、やっぱその対象に取らない除外ってなかなかその避けられないんですよ。基本的には効果を受けないみたいなモンスターじゃないと基本的にそのこの効果って避けられないんで、かなり除去能力としては強いと思います。でランク9自体はかなり作りづらいので、まあ、バカみたいに活躍することはないと思うんですよね、そんなには。なんでまあデュエルリンク制度であれば実装してもいいかなと。作るとしたらなんだろうな、なんかブルーアイズデッキとかですかね、まあ、9出しやすいんで、9でクヤ城とか出して、また墓地のなんかスピリット蘇生してみたいな、そんな感じの、ことしていくのかな。あとはディープスペースクルーザーラインっていうのも一応リンクスにはいるんで、それを出して、クシーズしていくのかなみたいなことを思っていますといったところ。それからダイソンスフィアですね。ダイソンスフィア、まあ、これも、V が実装されないと、まあ、実装ないのかなとちょっと思うので、まあ、難しいところなんですけども、まあ、コストなしで攻撃を無効にするっていう効果を持ってるんですよ。だから戦闘では相当強い効果、そして素材のない状態で攻撃されると墓地のモンスターを素材にして吸収するよっていう、まあ素材にしてね、吸収するよっていう効果だから、戦闘においてはかなり強いと。で自分よりも強いやつが、相手の場にいると、打点がね強いやつが相手の場にいるとダイレクトアタックできるっていう、2800で2800のダイレクト、さすがに強い。戦闘能力結構脳筋でダイレクトアタックできるよっていう感じの効果なので、まあ、なかなか面白いんですが、まあ、とりあえず罠カードがいっぱい環境にひしめいている、デュエルリンクスではそこまで強い効果ではないかなと、私は思っていますといったところですね。さあそして、ランク10、ランク10といえば列車ですね。超ド級砲塔列車グスタフマックス、まあ、これがやっぱりね皆さん有名なモンスターですし、早く使いたいっていう人も多いんじゃないでしょうか。それを使って、2000バーンだったんですが、リンクスだとおそらくですね1000バーンになると思います。エラッタかかるんでダメージが半分になって1000バーン、悲しいね。まあ、ただし単純に攻守3000の、バーン効果持ちなんでね、かなり強いと思います。
で、まあ、そのグスタフマックスの上に重ねられる、超ド級砲塔列車ジャガーノートリベみたいなね、まあ、そういうどん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 こう銃グスタフマックスの上にさらに重ねてさらに重ねてみたいなこともできていくので、まあ、この辺はちょっと多分ねアンナちゃんが超ド級おっぱいのアンナちゃんが実装になって楽しみになっていくテーマだったと思うので、今のところちょっとランク中って難しいと思うんですよ。なんで、まあ、ちょっとアンナちゃんの実装を待ちたいなというふうに思っております。コナミさんぜひしっかりと考察していただいて、強いエクシーズモンスターの実装をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。